猫好き。おお、無事戻ったか。わしの目に狂いはなかった。よくぞやった、アダム。あとはお主に任せるとしよう。ハイパードライブへ行くぞ。第二ドライブ、エネルギー注入。アクティベーション開始。うわあ、だいぶ明るくなったね。ああ、俺たちの行いには意義がある。おい、邪魔だ。こっちは忙しいんだよ。天使様、気づかなくて悪かったな。俺はなんて失礼なことを。天使戻ったか。ハイパーセルをさらに回収できればきっと状況は変わってくるはずだ。今一度礼を言おう。今度はそっちの番。流行るな。すぐに答えを得られよう。古びた町の中心に下水処理場と列車の解体場がある。マトリックスイレブンと呼ばれるかの地よりアルファネイティブの反応を検知した。マトリックスイレブン。テトラポッドにマップデータを転送しておこう。これさえあればアルファネイティブが潜む施設へとたどり着けるはずだ。いろいろ教えてくれてありがとう。お主らのこれまでの働きに比べればこれでもまだ足りないくらいだ。うん、気をつけていくがよい。街の様子が前と違う。人も看板も前より増えてる。言ったろ、俺たちの行いには意義がある。これでもう人からジロジロ見られずに済むぞ。よかった。正直ずっと落ち着かなかったんだ。俺はテトラポッドに戻ってる。せっかくだから街並みを見てくるといい。天使、妹がさらわれたんだ。あの子を連れ戻してくれ。さらった相手はどこ。向こうだ。路地の先に逃げた。ここで待ってて。どういうこと。まったく何が天使様だ。単にコロニーから来たってだけなのにどいつもこいつも崇めやがって。俺たちだって同じ人間だろ。違うか。なんで俺たちだけゴミを漁ってネイティブにビクつきながら暮らさなきゃなんねんだ。答えろよ。でもな、知ってるか、実際のとこおめえらは文字通り俺らにとって天使なんだよ。おめえらの体にはとんでもねえお宝パーツがぎっしり詰まってんのさ。おまけにこんだけいい状態なら文句なしだ。あとはわかるな。なんだったらよ、売りさばくのを感謝してほしいくらいだ。
イブ、平気か？俺の目をよく見ろ。アダム。こいつら闇市の商人だ。まさか空挺部隊にまで手を出すとはな。なんてこと。こんなのは初めてだ。どうやら人類の敵はネイティブだけじゃないらしい。ひとまずセーフハウスに戻ってメンテナンスをしよう。イブ、待ってました。お見せしたいものがあるんです。これは何？これはですね、名付けてアルファ信号受信機。アルファコアのかすかな反応を拾って、その位置をピンポイントで割り出せるデバイスです。そう遠くのコアまでは探知できませんけど、オルカルが話してた場所までたどり着けばきっと役に立ってくれるはずです。はあ、やるじゃないか。俺の出番はもうなしか？アダムの出番なんて最初からないよ。生意気言うな。リリー、いつも助けてくれてありがとう。それとね、もう一つ、ちょっと後ろ向いてみて。よし、終わり。一体何をしたの？ボディセルの出力をちょっといじってみました。体が軽くなった感じしません？確かに軽くなった気がする。試しにジャンプしたらきっと違いにびっくりしますよ。出発する前にアルファ信号受信機をテトラポッドに積み込んどきます。ん？アダムが待ってますよ。リンクの拡大に伴い、オルカル様の体調は悪化している。天使よ、少し時間はあるか？何？ザイオンには秩序を乱す過激派がいる。中でも厄介な一味がいて、長年我らの頭痛の種となっているのだ。厄介な一味？具体的にどう厄介なの？我らを信用できないと言い、デマを広め暴動を引き起こしている。オルカル様は寛大であるがゆえ、我らも監視をするにとどまってきた。むやみに取り締まれるものでもないしな。だが最近とある過激派が行方不明になり、今我らはその者の行方を追っているのだ。もし手を貸してくれるなら詳細を教えよう。奴が見つかったらこちらで衛兵を派遣して監視を再開する。分かった、必要なら手を貸す。マンが話してた過激派に違いない。これは一体どういうこと？こんな場所で人知れず死ぬなんて、何があったの？妙な感じがする。この箱舟のことを調べてみないと。パスワード？ここは体験用の空間じゃないの？どういうこと？何が何だかさっぱり。
もしかしたら何かの犯罪の場として使われてたのかも。待った、こっちにも何かありそう。画面に文字が表示されてる。パスワードと関係ある？もっと調べないと。画面は全て確認した。この文字きっと正しく組み合わせればパスワードになる。よし、開いた。この中で何があったのか確かめないと。どういうこと？ドアが自動的にロックした。どういうこと？ここから抜け出さないと。予備電源が切れる前に出よう。何があるか分かったもんじゃない。分かった。急に希望がなさすぎておかしくなっちゃったのかも。行きましょう。天使、何があった？過激派を見つけたけどもう死んでた。それと現場について他にも報告がある。あの過激派は住民たちを守るふりをしてみんなを監禁して殺してたみたい。オルカルを信じるなってみんなをそそのかして。そうか。とにかく礼を言う。あとはこちらで対処しよう。エンヤ、何かあったの？イブ、いつもと歌の感じが違うけど。その、実はね、スーが最近ここへ来ていないの。誰かとこっそり会っているって噂も聞いて。もしかして私捨てられるのかしら。スーがそんなことするわけない。心配しなくて平気。何かの誤解だと思う。噂は誰から聞いたの？スーの同僚のボーっていう人から。イブ、こんなお願いして悪いけどこの足じゃどこにも行けないの。できたらスーがどこで何をしているのか調べてきてくれない？わかった、任せて。きっと単なる思い過ごし。本当にありがとう。天使が一体何の用だ？スーについて妙な噂を流してるって聞いた。何？ああ、わかったぞ。エンヤから話を聞いたんだろう。
まあ、あんたが誰に聞いたにせよ、実はここ数日スーを見かけてないんだ。待って、スーが仕事を放り出したの？そんなのスーらしくない。全くの同感だよ。一体どうしちまったんだ？こっちでスーの足取りを追ってみる。スーが変屋に黙って会ってた人が誰か知ってる？いや、離れたとこにいたからよくわからなかった。ああそう、つまり手がかりなしか。カヤ、少し聞きたいことがあるの。天使様、何でしょう？スーという衛兵を探してて、最近彼と話したりした？どうしてうちの店に来たこと知ってるんです？ここに来たの？今行方知れずで、スーがどこにいるのか聞いて回ってたの。行方知れず？心配ですね。スーさんは下半身用のエグゾスパインを探してるって言ってました。それも医療向けのやつです。もちろんそんな貴重なものうちの店じゃ扱ってません。見つけ出すのは難しいだろうけど、戦時中に廃棄物が集められた場所ならあるかもしれないとお伝えしたんです。例えば荒野のソーラータワーの周りとか。エグゾスパインを何に使う気か話してた？どうしても必要な人がいるんだって言ってました。それ以上は私も聞いてません。あ、天使様、そのとにかくスーさんに何もなければいいんですけど。私に任せて。カヤ、ありがとう、すごく助かった。今のはヘッジボア、だいぶ数が多い。またここに来るなんてな。スーもこの辺りに来てるならきっと襲われてるはずだ。多くの回収屋がここで命を落とす。辺りを調べてみる。この死体、死んでからだいぶ経ってる。ならきっとネイティブに溢れたこの厳しい荒野で生き抜いていけるのはスーのような実力者か、あるいは運のいいやつだけだ。これってスーの武器か？見てみる。戦ってるうちに落としたみたい。弾が残り少ない。ってことは状況は芳しくないな。でもきっとまだ生きてる。襲われて武器を落としたにせよ、近くに遺体はない。これまでに得た手がかりからすると、スーはこの近くで何かを探してたみたい。そしてここで戦闘になった。きっとそれも一度ではないはず。不意をつかれたか、待ち伏せをされてまずい状況になったってことか。残ってる足跡のデータをスキャナーで読み込んでみた。幸い他にここを通った奴はいなそうだ。さ、スーの行方をたどろう。まだ無事だといいけど。ああ、俺もそう願うよ。これってイブ、足跡はこの辺りで途絶えてる。身を隠すにはもってこいの場所だな。確かに、調べてみる。何がいるかわからない、気をつけろ。誰だ？ああ、ゴー。
本人様だ。スー、私よ。怪我してる？天使か、なんでここに。ま、俺を追ってここまで来たってことはもう全部わかってるのか。見ての通り油断してしまったな。命拾いをしたが右腕をやられて戦えなくなった。だから逃げてここに隠れてたんだ。危ないところだったが、なんとかエンヤの足のパーツは手に入れた。けどパーツがあったところで持ち帰れないんじゃ意味ないよな。スー、一体なんでこんな危険な真似をしたの？それもエンヤに黙ってなんて。なんでって、そりゃエンヤの力になりたかったんだ。でもお前が来なかったら俺はきっと今頃。もういいからやめて。とにかく今すぐ帰りましょう。エンヤが待ってる。イブ、イブ、スーに一体何があったの？変なことに巻き込まれてたりしてなかった？平気、心配しないで。あなたがまた歩けるようにと思ってエグゾスパインっていう珍しいパーツを探してたみたい。でもネイティブに襲われて荒野で身動きが取れなくなってた。スー、入ってきたら？あとは自分で話して。なんというか。スー、本当にすまなかった。私がまた歩きたがっていると思ったの？まあもちろん歩きたいけど、だからって。それであなたがいなくなったら歩けたって意味ないじゃない。すまなかった。そばで見守るしかないのが辛かったんだ。なんとかしたくて。俺はただまた歩けるようにしてやりたかったんだ。本当にそれだけだよ。悪かった。二度と離れないで。わかった、約束して。イブ、待っていたわ。大したお店じゃないのにいつも来てくれてありがとう。エンヤ、あなたの歌が聴けるならそれで十分。本当に？あ、イブ、よかったらスーの様子を見てきてくれない？え？またスーに何かあったの？今のはふざけただけと言っても笑えなかったわね。ああ、戻ったか。いよいよ出発だね。じゃあ準備はいいか？いつでも出発できる。よし、そしたらいよいよアルファ信号受信機のお披露目だね。ああ、期待した通りに動くなら探索も楽になるはずだ。よし、じゃあマトリックスイレブンへ向かおう。